シリーズクエスト未来甲子園のファイナルが今日那覇市で行われました。今日行われた県大会のファイナルには9つの高校から12チームが進出し、それぞれが取り組みの紹介を行いました。審査の結果、最優秀賞には食品ロスや循環型農業について取り組む宜野湾高校の作って食べようもくもくプロジェクトが選ばれました。これからも SDGs と循環型農業を広めていくために頑張っていきます。高校生たちはこの後ワークショップで互いの取り組みに意見を出し合い、活動への理解を深めていました。